じゃあ行っちゃいますか。よろしくお願いします。 VTR どうぞ。伝説の男で、どうも皆さんこんにちは、 AV デビューしてると思います。やらせてもらいます。レペゼンさんとは初絡みです。初ですね。 SNS でよく使わせてもらってましたので、すごい嬉しいです。あと年明けカーニバルで、いろいろとワイワイ飲んで、いろいろと言えないようなことありましたね。本当に OK みたいです。最近離婚されましたけど。昨日ですね、しましたけども、まあ僕は離婚ってことは使わないよとは発表しましたけどね。仲はいいので。うちの息子は本当に DJ 社長さんみたいになってほしいねって言ってたんですよ。そしたらこのお話いただいたら嬉しくて。頑張った。それでは4人目の志願者の方どうぞ。シミケンさんです。レジェンドオブレジェンド、こんにちは。よろしくお願いいたします。すげえ、本物だ。僕らの7人は全員シミケンさんの大ファンですよ。昨日ちょっと、はい、あの離婚報道させて、あ、それちょうどツイッターで流れてて、今日触れようかどうか悩んでたんですけども、もう全然全然、あおり V で触れてたからもういいんだと思って。うちのかみさんがめちゃくちゃファン で、はい、で息子の TikTok を上げるときはやっぱレペゼンさんの曲とか当てて。おいくつ？もう3歳です。3歳に聞かせれる曲はないな。うちの息子3歳ですけど、パパのお仕事はって聞くと、あ、確かに、 おちんちんの YouTuber って言います。へー、なんとなく分かってるっぽいです。おちんちんの YouTuber。 あ、なんかインスタもバンされたって。インスタも焼肉の動画を上げたらバンされてました。え、なんで？なんか肉がビラビラに見えたんですけど。AI だ。AI 勘違いした。あれ危険人物で。今も現役ってことですよ。現役です。今日も一歩ハメ撮りしてここに来ました。ハメ撮り。ちなみに僕らこれ言っていいんですかね、裏で。裏で見つつ。それやめ。かみさんが。僕の改造チンポのこと知ってくれてたんですよね。そうそう、嬉しかったです。本当にしてよかったです。ありがとうございます。銀座さんは改造チンポだよって言って、じゃあ見せてくださいって言って見せたんですよ。だから僕本当に日本一の男に改造チンポ見てもらったそうです。確かに日本一、綺麗でした。感想がちょっと違う。綺麗でした。あのチンポ見て綺麗って感想出るんだよ。心広勃起したらやばいっすよ。なんか一気にかっこよくなるんですよ。ビビ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 ビ。はい、はい、そうです。生配信ですね、はいはい、ちょっと僕生に対応してないんですけども結構編集ありきで動いちゃう。急に僕こうやってグッと、マジになる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 。ズボン上げただけですよ。怖い怖い、危ないな。チャンネル登録してね、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 チャンネル登録してね。